皆さんどうもこんにちは、忍者ラララダイダラです。さて皆さん、今回で忍者らでちょっと変わったことやりたいなと思ってまして、それがこちら、ランダム武器タイマンバトルということでね、お互い対戦相手の方とランダムの武器を使って対マンするっていう形ですね。でどっちが強いのか、どっちが忍者のセンスがあるのかをかけたプライドバトルやりたいと思います。はい、対戦相手はまあいつもの人です。忍者ら初代チャンピオン、キグネさんです。俺こいつしか呼べねえのかってね。でいつも来ていただいてありがとうございます。はい、ということで対マンやりましょうか。で、武器今からじゃあ抽選したいと思います。いきまーす。さて、それではランダムの武器実際やっていきましょうか。さあ、まず俺の武器はこれだ。何が来る、頼む強いの来い。いや、くるくるを使えねえ、やべえ。さて、対戦するキグネさんのその持ち武器は、武器は何が来るのか、来い。俺にゃっくるマジで弱えんだよ。来るのはグレートギアハンマー。これ相当弱い。いや、弱くはないかね。えハンマー、どうなんだろうな、ハンマー対クローってちょっとおもろそうですね。はい、というわけでバーサスで忍者ら初代チャンピオンキグネさんとキグネさんがさ、あのハンマー持ってるところ見たことねえんだよな。大丈夫かな、お互い大丈夫かな。俺多分一番苦手武器がこのニャックルクロー拳なんですよ。このゲームの中で唯一使えない武器がニャックルクローです。ねえ、さあ、キグネさんも多分唯一使えない武器がハンマーなんですよ。お互い最悪の武器を引いてしまった戦いで、これお互い終わってるんですよね。さあ、終わった戦い、皆さん見ててください。いきましょう、どちらが勝つのか、皆さん予想してください。さて、今回の戦いなんですけど、ちなみに1本と多く取った方の勝ちのバトルです。ね。なので、戦いです。激アツバトルでいきましょう、よろしくお願いします。俺、忍者ら TV のミニとかでも、ニャックルクロを使った時はさ、もうボロ負けだったんだよね。ブンブンさんとかにも負けて、普通に負けまくったんだよね。さあ、はい。あー、いった、ちょっと待って、あ、でも、け、これ、一本対決。一本対決。大丈夫。そうか、そういうことするか、こいつは。ねえ。よし。おらい。はい、おっと、おっと、あ、やばい、切れんかった。おいおい、よいしょ、あいし、慶応関係ねえから、マジで大丈夫、よし。いや、慶応関係ないから、まず安心して戦えるよね、ほんと。よし、俺ジャイアントキリングついてっから、よし、おい、ちょっと待って、あ、じゃんけん負ける、あ、逃げよう、はい、待って、す、負ける、あ、ちょっと待って、まずい。拳使えない男出てる、やばいぞ、これマジで、はい、はい、なんとか、オッケー、一本、あぶねえ、なんとか一本取った、1-1です今んとこ、はい、よし。だからね、向こうの警戒しなきゃいけないのは藤山なんだよね。やってもうたか、待って、やい、バイトした、くっそ、ゴーリキ強くねえか、待ってゴーリキ強いぞ、ゴーリキ結構うざいな、ねえ、よし、はい、よいしょ、なんでだよ、いや、避けたぞ俺ちゃんと、よし、はい、あい、さあ、なんとか一本、あぶねえ。さあ、とりあえず俺も大武器クラフトです。よし、さあ、これ分からんからな、藤山を撃とうとしてるのは見えたよ、さっきは今ね、はい、 OK、 おっと、待ってくれ、総裁、まず俺が勝つ、はい、何、総裁戦、熱いかもしれん、おらっ、おらっ、よし、一本、あっぶねマジで今のは。
よし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 、体力回復しとこう。とりあえずほい、さあ次の戦いだ。ほいほいほい、あぶねっすね。あ、やってもた、マジでかよそれ。すいません、ちょ待って、さあ3本3本で今あの引き分けですね。ちょ待って、まずい、俺グレートギアハンマーに負けたらマジまずいけど、普通にマジで下手くそ。次取ったのか、こんな感じです。これは、はい、行きましょう。はい、どこ行った、あいついなくなったぞさてさて、さあどうするえ、まずい、あ、ブレイクになれた、待ってくれちょっと待って、負けたんだけどおい、俺下手すぎるだろ、拳下手すぎるだろマジでということで今の、いや、ひどかったな俺、俺ひどかったなという方だ、ギフネさんでした。嘘だろ、俺もう二度と拳持たねえわ。はい、というわけで忍者らランダム武器バトル、タイマンどっちが強いでしょうでした。勝ったのはキグネさんでした、僕の負けということで。さあ今回お互い不運にも、苦手武器が出てしまいねました。まあ多分皆さんね、僕忍者らで拳マジで使ってなくて、マジで分かんないんですよ戦い方が。なので相当ひどかったと思いますちょっといつこういうものがある時のためにも拳はちょっと練習必要かなと思ったんですけど、拳はよくわかんないので、ちょっとまだ置いとこうと、温めておこうと思います。はい、ということで今回はちょっと負けてしまいましたが、また今度は、今後ちょっとまたリベンジしたいと思いますいつかリベンジしたいと思います、頑張ります。ほんとね、唯一出てほしくなかったのが拳だった。時点でヨーヨーマジできつい。で、次は勝てるように頑張りたいと思います。はいということで皆さんもね、忍者らランダム武器とかね、結構おもろいと思いますので、ね、友達とぜひともやってみて遊んでみてくださいね。めっちゃしんどいぞはい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してない方もチャンネル登録、そして高評価もよろしく。また見てね、おつぽよ。